ちょっと待ってください。青木真也とライジンがダメになったきっかけ、はい、あのペットボトルを投げた、ペットボトル投げた、はいはいはい、以来ですね。そうだ、その時俺と川尻も実況席に、はい、この野郎って怒ってたでしょ。僕全然怒ってないです。川尻選手どうでもいいですね。そんなこともあったな。はい、